ありがとうありがとう。外亀の機能がなくなった。外亀できない。おかしいじゃんこれ。ドライブモードでインカメなんだけど、外亀壊れた。これ外亀なってる？外亀なってる？壊れてる。ドライブモードでもこっち映っちゃった。外亀機能壊れた。だって押すとこないんだもん外亀。なんでだろう。設定？なんで？バグってない。取り直し？何みたいな。振動がバクバクしてる。この振動さに慣れてきた。仕事休んだわ。見るためにもしかして。暑い。まだちょっとね汗かく。今8合目です。8合目9合目向かってます。後ろ先なんか俺の方が速い。うわ、ん、ちょっと危ない、滑るな。足元にないと危ないわ。外亀ないと困るな。これみんな見えてる？無理せず、ありがとうございます。ありがとう。頑張ってください。ありがとうございます。よかったフォローしてください。美人さん、いや可愛い子がいっぱい来るわ。いいことあんな、頑張ってると。見えた。
ごい。合成みたい。雲より上にいる。これぐらいが一番綺麗かな。こっから天候悪くなるからね。綺麗でしょ、はあ、ゆっくりマイペースに。でもなんかね、休憩長いと足が固まっちゃう。なんか足がすげえ、腰がなんか、体がなんか重くなる。だから休憩なしで、こういうのはもうささっと終わらしたいね俺。でこう見えて夏休みの宿題とか割と早めにやるタイプだったね。めんどくさいから、嫌なことは。これがかっこいいの分からんわ。そういう女性もいるんだよね。俺よりお姉さんで、まあ年下もいるかもしれない。いるんだよね、中にはかっこよく見えるね人も。いいじゃん。あ、2発目ありがとうございます。ラブだよ。天然なんちゃらブサイクっつうか、ふわっちの配信者っつうか、ブスしかいないだろ。なんでそんな顔見た目気にすんの。やってる方がそんな気にしてないのに。くだらねえ。よっぽど自分の顔にコンプレックスあるんだろうね。天然も老けた。はよ、たかし、小林、はよ、追いついてこいよ。俺35歳、183cm、90kg やぞ。特に小林、若えのに。さっさと来いよなあ、20代のくせしてよ。気合入れろや。何かを成し遂げる姿して、足元気をつけて最後まで頑張ってください。 ありがとうございます。ありがとうね。あ、ちーちゃんもかっこいい。ほんと Thank you。されすぎかわいそうに。いろんな人荷物持ってんの。自分のこと自分でやろうぜ。こんにちは。ご安全に。ずっと応援してるよ。元気出してけ。あ、中ちゃんを。もう足の筋肉ムキムキになっちゃうわ。
ソン選手もそうでしょ、下りってすごい足に負担かかるんだよ。案外下りの方が大変だったりするんだよ。膝に来るんだよ、膝に。行きは太ももふくらはぎが痛くなって、帰りは膝が痛くなる。1回だけ弱音吐いてる。一度も弱音吐いてない。一回だけ弱音吐きたい。尊敬する。いやいい。8合目白雲荘。いやな、結構遠かったよね、7合目からも。待ってよね。9時ってことはもう5時間ぐらい歩いてるってこと？ああ、ただいますよ、結構。5時間歩いてるの。ちょっと時間かかりすぎだね。これ大丈夫かな？これ夜大丈夫かな？ファイト、ありがとうなっちゃん。ありがとう。応援してます。あ、ありがとうございます。フォローします。彼女さんとか、彼女いないんで、もう別れたばっかりなんで、その話や。少しは気使ってよ。あんま触れないでくださいよ、知らない。じゃあ別れました。あ、3発目あれだ。誰か頑張って登って降りたら、なんかある、いいこと。気をつけてね。ちょっとご褒美あります。いいことある、ご褒美あります。何がある、抱いてくれるの。ほんと何がいい。おっぱいも見たい放題券とか欲しい。ああ、ありがとうございます。ありがとうね。好きなだけ揉みたい剣とか欲しい。あと肩揉みも。ファンタスティック来た？当たり？ありがとうございます。なんかファンタスティック来ちゃった。今のはアイテム買うとついてくるやつ？アイテム買うとついてくるアイテム？あ、違う。あ、そのままお金のアイテムなんだ。ありがとうございます。上で作ってた時とか有料なんだ。石屋の息子が石運ぶんですよ。石垣とかね、積みますもんね。さっきタバコ吸えっていうところで吸おうと思ったけど、ライター壊れてる。ぼちぼち行きます。リスナーさん頑張ってね、ありがとう。ライター壊れてるし。ライター標高高いとつきませんよ。そうなの？
え、そんなことあるの？We can do it 君ならできる。登り切ります。よし、行くか。9号まで歩くわ、休憩せずに。なんかすげえ画面見づらい。よっしゃ、一応行くか。ナイスポチ、ありがとう。よし、15時が一番熱。あ、まだ涼しい方ってこと？この時間登った方が楽ってこと？ちょっとトイレ行ってきていい？運よくトイレあるわ。トイレ使用料200円、頑張って。え、グレート、ありがとうございます。ちょっとみんな待っててな、トイレ行ってくるね。お会計200円入れて行ってくるわ。
じゃあ行きますか。好きですね。また復縁の話ですか。人がいなかったら、人がいない時出てくるよね。復縁勢、復縁大本勢。あ、1800ないされます。いや、復縁をなめるなよとかしないから、勘弁してよ。頑張ってください。ありがとう、はーちゃん。何が書かないっしょ、そんなこと。去年のことがあるから。よいしょ。もう慣れてきた。つか案外余裕かも。これリアクツダメです。まあ、気持ちの問題だから。しんどいしんどい思ってたらしんどいから。飛ぶ恋愛はいいかな。多分誰も追いつけないね、俺に。みんな休憩長いね。多分よっぽど俺休憩しないと追いついてこないわ。息曲がってない。何もんだ。全く息上がってねえと。笑いながら喋って歩いてると。慣れてるな。やっぱ杖だわ。手ぶらじゃきついわ。あれみんな杖、スキーみたいなやつやってるっしょ。やっぱあれないときついね。しかも両手ね。両手必要よ。いや、50代ぐらい。そんなおじいちゃんじゃないよ。三脚持ってるスタイルじゃねえ。頑張ってください。あ、りーちゃん、ありがとうございます。気持ちはあるんだけど、足がついてかんな。もう足腰が。みんな杖持ってる？
歩踏み出すってこと。よし、これ9号来たんじゃない？ワンちゃんまだかな、そんな近くないか。自分で登りたくて登ってます。鳥居あるじゃん、9号かな。毎年登りたくなるのは、まあ1年に1回ぐらい、まあ、俺はそれ以外でも体張るけど、体張ってもいいんじゃない。うん、体張って頑張る姿も見せてもいいんじゃない、リスナーさんにって思いますよ。よいしょ。うわぁ、まだ8号か。いや、元気だね。もう根性だよ。気合で登ってるよ。気合で。何号まで？10号だね。いや、杖は毎年使ってないから、あの両手塞がると危ないんで、逆に三脚持っちゃってるから危ないんだよね、逆に。車でみんな5号までだよ。5号からみんな始めるんだよ。1号って普通の道なんでね。まだ8号目だ。標高3250m。昼寝してえな。天の川ありがとうございます。キイちゃんありがとう。気持ちいいな、空気もうまい。あ、ひーちゃんありがとう。たくさんいいの、ひーちゃんありがとうね。いや、そうそう、誰か来ないかな、ちょっと待っとこうかな。誰も来ませんよ。ついてないでしょ、多分さあ離れてると思うよ。で、俺すごいって根性あるって言ってるじゃん。みんな知らないの、こういう一面。俺真面目にやれば何でもできるタイプって。やらないだけでいたでしょ、勉強もあのやらないだけでできるタイプっていたでしょ。そういうタイプなんだって。やればできるんだって。
2番セージ、セージ一番下でしょ。休憩する？私今日誕生日なんだけど、ゼロワンに誕生日プレゼントもらった気分？ちょっと余裕出てきたから。ハッピーバースデーひーちゃん、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 おめでとうひーちゃん。ひーちゃん、いい一年にしてください。多分2時間ぐらいかかるんじゃない、待ってたら。意識ラブだよ。あー、ありがとうございます会長、ありがとうございます。これまた電波悪い。あのね、8号でもね、距離あるからね、たくさん距離が。ちょっと待って待って、28号ちゃん、01皆さんもありがとうございます。いやー、ひろみちゃん誕生日なのに自分も登ってる気持ちになっています。ありがとうございます。いえいえいえ。あー、みーちゃんね、相手もありがとう。感動しました、ありがとう。8号目でこれですか。まあ頂上行ってないのに、8合目ついても俺ね、山小屋あと4つぐらい来てるわ。山小屋4つか5つぐらいの差があるね。8合目の山小屋も5個ぐらいあるから。さっきの休憩も8合目だよ。で、本当にしんどいの9合目からだからね。9合目から。たかし着いた。でもここは8合目でも違うとこなんだって。差が全然離れてんだって。ああ、何、誠治リタイアしたんじゃないの？やってるの？頑張ってるじゃん。気温が4度とか言われてる。あ、みんな頑張ってるんだ。なんかみんないけるかもね。じゃあ、ありがとう、優しい、ありがとうございます。福明さんありがとうね。電波悪くて。これまだ電波悪い？電波治った？悪い。頑張ってね、ありがとう。まあ意外な人が。マジか。止まると悪いよね、電波が。どうしよう。たかし、たかし、聞こえた？聞こえない。
全然下でしょ、聞こえてないでしょ、全然下にいるでしょ。聞こえた？嘘つけ。全然下だわ。つかもう昼寝してもいいぐらい眠たい。ナイスありがとう。いつも増えなくなってきたね。さっとゴールするか。頑張ってください。うん。よし行くか。なんか止まると電波悪いし。違う？ね、応援してます。あ、ありがとう。あの辺じゃない？頂上あの辺のまだあれで9号ぐらいか。とんでもないな。その辺いけるか。Thank you.
いや、いやあ、そうか、そうです、トレイラー本来のお客さんの頂上に来る道を下山させてもらってるだけで、そうそう、もう頑張っちゃダメなとこだよ。そうだよ、村付八丁って一番辛いとこで、この後がまた本八丁って言って、また八丁一番辛いんですか。また八丁を見ます。のんびり行かないと、8号から上がすごくバテる。歩き方、これ、はい、足幅ぐらいだけで、はい、その方がね、滑らない、大丈夫ですかね。足幅ぐらいで、大股で歩くと本当に疲れる。結局、この分どうするか。わかります、ゆっくりじゃあ。そうです、そうです。はい、じゃあ、息整えながらでいいですか。気持ちがやっぱ先行しちゃうから、前に前にってなっちゃうわけよ。早く先進みたいじゃん、早く休憩したいから。もう下山してる人いるで、登ったとこを下山する人もいるんだよ。上級者は下山コースじゃなくて、登ったところがしんどいんだよ。電話で励ましてほしいかも。ダメか、そういうの電話で。こうたん頑張って、こうちゃん頑張ってって、そういうコーナーいらない。頑張れ頑張れって。いらないか。頑張って。
コメントで応援してくれてるか、みんな応援してるか。ごめんごめん、忘れてた。友っち電話してきちゃダメだよ。今電話の方で配信してるから。友っち、ありがとうね、ラブだよ。ドラえもんダメだよ、我慢するんだよ。分かった、足をゆっくりゆっくり運ぶこと、うん、ゆっくりゆっくり登るとあんまり息上がらないかも、うん、頑張り、ありがとうございます。クーさん、ありがとうございます。ありがとう。もうすぐ9合目です。9合目行きます。意外と地味に頑張ってるでしょ。地味に応援してるよ。くーちゃん、くーさん、これって天気崩れない、このまま行けるね多分。どう、雨大丈夫そうじゃないね。今ちょっと暑いね、汗かいてる。2000ナイス厳しいんじゃない。Thank you.
気になってきた。私は大丈夫、みんな頑張ってるし。自分の力で頑張んないとね。OK Never give upNever give up. Almost there. Careful. Good luck. Thank you. From? Sorry? From America? Hi. United USA. Thank you.Shit. It fell in my butt pocket. Oh shit. All the way. もう山頂行ったんですか？はい。あ、で、向こうの折り道もあるけど、あえてこっちで降りてるんです。いや、そうです。あ、下山の方が閉まってて。で、こっちで降りてるんです。で、あのゴツゴツしたとこも降りてくるんです。ちなみに富士山何回目なんですか？数えたことない。数えたことないぐらい。お疲れ様です。すごいよ。やるしかねえだろう。酔ってねえよな。
悪くなるんだよ。ふざけんなよ。ダブルちゃん、ありがとう。しんどいかな。ブロックいいわ、もう好きに遊んだらいいよ。大してコメントも流れせんし、黙って俺見とけよな。背中で語ってやるよ。背中見して。